しタッパーさんが疲労で倒れてしまったらお店は潰れてしまいます。こんにちは、今日からお世話になります見習いのパックです。よろしくお願いします。眉毛はこの通り機嫌がいいようです。惚れ薬が作れるとか作れないとか。惚れ薬だ。ええ、そんなに大きな声で言わなくたって分かってるわよ。分かっていてもそんなに都合のいい薬あるわけないもの。そうよ、私が勝手に始めて私が勝手に終わらせるの。もうあなたに迷惑はかけないわ。さよなら私のせいに。お元気。リサ、僕も同じもの注文するぞ。今の僕に必要なのは忘れ薬だ。あなたも、君も、ワコムも、言ってます。花が色づくのは悲しくてたまらないからよ。あなたが私のことを好きじゃないことくらい知ってるわよ。君が好きだよ。どうしたら信じてくれるんだ。私たちの心なんて薬でどうにでもできてしまうの。それって本当の恋なのかしら。僕の気持ちは薬で作られたんだ。この思いを変えるのは川の流れを反対にするくらい難しいことだわ。ワコムはそんなこと言ってなかったよ。ありがとうパック、やっぱりあなたは素晴らしい薬屋よ。この卑怯者、私のワコムをたぶらかそうね。ふざけないで、いつまで私のもこの気持ちを忘れられるなら僕はもっと軽やかに生きられるだろう。まだ寝ちゃいけない、あれが終わってないからだ。ワクオセスリープモード、自分の代わりはバクどこだ。スリープ